配信ができているかな。なんかね、最近ちょっと起きるタイミングがなんか気温が変わってきて、エアコンのね良い温度が分かんなくて、なんかねちょっとねあんまり早く起きれないんですよ。なんかちょっとねまたいくつか検討しないと、多分寝るときに気温上げた方が良さそうなんですけど、エアコン設定なんかね起きると重いんで、ついもう二度寝しちゃうんですよね。そうすると気温が上がってくるまで目が覚めないんですよね、どうやら。というわけでちょっと気をつけないといけないなって思ったりしてる今日この頃です。今日から節電期間なんですね。というわけで、あそこの電気を消しました。いつもつけてなかったんですけどね。あそこに電気を取り替えるまではね、つけてなかったんですけど。節電要請期間だから節電消せばいいのか。暗いっすね、節電要請期間だと。ちょっと暗い、ライトつけてるけどちょっと暗いね。これはこれであり、暗い感じがする。やっぱちょっと暗い感じがする。そんな光が入んないんですよね。曇りでもないか。節電中なので全部つけること
っちの電気消せばいいのかなって感じもしますよね。でもこっちの電気消した方がね、どっちの電気の方が大きいのかな、ちょっと分かんないな。あ、こっち LED、 あ、どっちも LED か。電力は多分ね、ちっちゃいはず。なんか復元なのでちょっとこんな感じでやりたいと思います。和樹さんおはよう。今日から7月だから今月の課題曲名に変更。あれなんか変わってたっけ。あ、本当だ。これだっけ。こんな感じかな。よし。節電期間なんで、ちょっと節電気味で行ってみたいと思います。あ、そうそう、本をね、買うペースがね、止まらないんですよ。また買っちゃったんですけど、まあ本なんてね、それは毎月何冊かは買うんですけど、それはそうとね、西洋音楽の正体っていう本買いました。伊藤さんの前回から連日紹介してる、これ Kindle で売ってたんで Kindle で買ってみました。なんかね、16世紀ぐらいからの西洋音楽の話が載ってるっぽくて、本当はもうちょっとなんか昔中世古代ぐらいからのやつをちょっと知りたかったんですけど、そんな感じではなさそうですね。でもちょっといくつか知っておかなきゃいけないことがありそうだなということで、ちょっと
勉強中ですね。ちょっと和声の方も勉強しなきゃいけないから、本当ね時間が全然ないんですけど、本当にねそんなことやってる日もあるのかっていう。まあ幸いそんなに忙しく、幸いっていうか良くないんですけど、そんなに忙しくないっていう、悲しいことに。こういう時はひたすら勉強するしかない。悲しいことにね、もうやることはね、やらなきゃいけないことは、金子のピアノ練習チャンネルとかになろうかな。そうと、またね買うペースがね追いつかないっていうね。でいくつかね本がねもう全然減ってね、読まなきゃいけない本が全然減ってないんですよね。困ったことに。困るな。ブルーノートの本もまだ読んでないしな。 あれは読んだんですよね、西洋音楽理論のなんとかに見る、ラモーの奇跡ってやつはもう面白かったですね。いろんな僕が知っておきたいいろんな単語がたくさん、単語というかキーワードに出会ったんで、それまた調べてさらに知識を深めたいなという感じですね。いくつか知らないような、やっぱりってかいっぱい知らないのあるなと思って、さらっとかなきゃいけないのたくさんあるなと思って、開きまくってますね穴が。やっぱりクラシック側がやっぱり弱いからかもしれないですね。違うんだよな。難しいねこれね。これノーミスで弾くってすごいよね。
しいよね。最近なんか練習チャンネルなんですけど、完全に金子の練習チャンネルってしようかな。最近ねちょっと考えてる。買うとき読む気満々なのに買ったら満足して読まないまま。あんまりそれないっすね。買うとき読む気満々とかあんまないっすね。読むつもりで買ってますからね、買うやつ。あ、こういうやつとかはなんかあの飾りみたいにわざと買ってるやつはあるんですけど、洋書とかって飾りみたいに買ってて、なんか暇だったら読もうかなぐらいの気持ちで買ってるやつとかはあったりするんですけど、あの初めに金子のジャズカフェ配信するときになんか寂しいなと思って本少しずつ買い足していってたんですけど、まあ、読むやつの中に洋書とかで、あ、まあ読めないなからいいやってそのまま放置してるやつとかいくつかあるんですけど、でも洋書とかってよくあのお店とかで置いてあるけど全然関係ないのが置いてあったりするんで、関係あるやつにしようと思って音楽系を置いておくだけでも結構いろいろ探して置いてたりするんですけど、それなりの値段だったりするんですけど、でも本とかね、本に限らずなんですけど、本とかはね買ったらもう満足感出るようになってると思うんですよね。そんなもんなんだと思うんですよね。前それについて考えたんですよ。本ってなんかその読むとすごく大変じゃないですか、知識を得るまでに。でもなんか買っちゃったらなんか買っただけでもうなんか自分はその知識を得たような感じってちょっとしますよね。なんかもう手に貼ったから、本が手に貼ったから本の中の知識も手に貼ったように感じるんですよね。だからその気持ちだけで結構十分満足しちゃう。だからね、物を買うってその物自体を手に貼ったってやっぱりめちゃめちゃ思うんでしょうね。で、その中の、情報まで手に貼ったって錯覚しちゃうんだと思うんですよね。でも実際読むのとかその中の情報を手に入れるのって大変なので、買うのに比べたら圧倒的に大変なので、まあどうしても先延ばし先延ばしになっていくと思うんですよね。でやっぱ買った時の
手に張ったっていう気持ちの方が楽で、やっぱり続けちゃうんだと思うんですよね。買わないと手に張った感じしないんですよ、これで。困ったことに買うのも買わないのも変わらないじゃないですか。あの積んどくしておくだけだったら変わらないのに、どうせ読まないから。読まないんだけど、あの買うのも買わないのも同じで、多分そのアマゾンとかの後で買うリストとかに入れておくぐらいで多分収まるはずなんですけど、正直それで結構収まると思います。大体そのそういう欲求って、まあ読まないなって分かってるのに、なんかその時だけ読む気持ちが出て、あ、ついつい買ってしまうっていうのは、多分ね、なんかアマゾンとかの買う欲しいものリストとかに入れておくだけで、欲しいものリストで欲しくなったら、あのここに入れてもう見ないっていう、欲しいものリストを作っておくと、多分そこに入れておくともう買わなくなってくるんですよ。あの買った気がするんで、欲しいものポチって入れるだけで、でどうせ読まないんで、そういうのって、あ、どうせな、まあまあ、そんな難しい本ってそもそも読まないですよね。だから買った時に手に入るって思って、もう読まないって分かってるんで、あのそういう本は僕は大体後で買うものリストに入れちゃって、買わないようにしてます。で買っても多分読まないんで、お金の無駄なんで、もうあの僕は買わないようにしてます、そういうのって。読みたいやつだけ買ってますね。だから読みたいやつが買うんですけど、一個一個の、まあね、内容がね、ちょっとね、長くて、ちょっと内容があと濃かったりとか、自分でそこから調べたりとかしたりして読んでると、この前の、細いあのラモーの奇跡のやつは、あれ150ページぐらいしかないんですよ。読むと150ページもないかな、もうないかも、そんなないかも、百何十ページしかない、すごい薄いんですけど、読むとこ実際だけど、内容がやっぱりね、その知らない単語をどんどん調べて、そこからまたとかいろいろやってたりすると時間かかっちゃうんですよね。本行ったり来たりして、あれあそこの部分なんだったっけとかって、結構時間かかって、結局2日ぐらいかかってるんで、あれ読むだけで100何十ページ2日ってすごい時間かかってますよね。早い人だったら100ページぐらいって1時間ぐらいで読んじゃうと思うんで、まあ、ちょっと専門書みたいな傾向があるので、どうしても遅くなるとはいえ、でもね、ちょっと大変かなって感じが。あとなんか先輩とかに言われて、音大時代の先輩にちょっと言われて、この本面白いよって言われたやつ今読んでるんですけど、それは割とサラサラサラっと、あの流して読むような話のやつなんで、サラサラサラっと読んでますけど、でもサラサラサラっと読んでも多分 4,5 時間かかる、4時間とかかかると思うんですよね。4時間時間作ってなんか読もうかなと思うんですけど、いやでもちょっと買って積んどく、もう積んどく、確実に積んどくするみたいな感じにならないように、もう買ったやつは全部読むつもりで、あ、で、あの買ってみて、あ、これ読まないなってやつはもう決まってるんですよ。あのこれためになる本だなと思って買ってみたものの、あ、これ全然読みたい内容と違ったってやつとかはもう読まないって決まってる。僕あるんですけど、その本どれだっけ、そういう本一冊あるんです、間違って探してたけどなかなか見つからなくて、これもしかしたらこれかなって試しで買ってみて、内容ちょっと見たら違った、全然違ったって本もあるんですよ。そういうのも持ってるんですけど、それはもう全然読むつもり全然もうないです。あのそもそも自分が読みたい内容と全然違った、欲しい知識と全然違ったので、それはもう読まないんですけど、そういうのはあるけど、読みたいのに積んどくになってるっていう本はないっすね。あの読んでるんですけどペースが追いつかなくて溜まってるっていうのはあるんですけど、全部読むつもりですね。絶対読みたい本しかない。あの要は中身の知識がどうしても欲しいので、もう読みたいという本しかないですね。僕基本的にあの物語系とか読まないんで、そういうのは結構後回しになっちゃったりしてますけど、あと楽譜系とかは早くあれしたいですね。あのスキャンとかに持っていきたいなぁとは思いますけど、ここにある本とかは結構後回しで飾り的に置いてる本が多いので、結構後回し的になってますね。この大きい本あたりは
偉人艦隊の歴史はね、後で読まないとな。これ読む本ですけど、これ本当重そうだな。これ2週間とかかかりそうだもん。リッチー・ブラックモアのマスターの分析力が、なるほどそうかもなと。そうそうなんです。僕いろいろ考えたんです。やっぱね、積んどくはね、なんかね、積んどくはちょっとね、なんだろうとかって思ったんですよね。買って読まないとかじゃなくて、買って読まないっていうか、その買ってもう読んだ気になってんですよね、あれね。買ったらもうなんか手に貼ったって思っちゃうんですよ。全部自分のものになったって気がしちゃうんで、そもそも読まないんですよね。で、それ分かってるんで、後で買うものリストに入れたりする方が僕はおすすめ。買わない、どうせ買わないんで。だから、その先日勧めた本棚が彩るよっていうのはそういうことです。別に中身読まなくても、本って形のアイテムだと思って多分買うと思うんで、中身読まなくて積んどくにするんだったら、それだったら専門書一冊置いといたら、形が彩ってより満足感が高まるよねっていう、僕の考え方です。この考え方、それで本棚が彩るよって言ってたんです。積んどくにどうせなっちゃうと思うんで、やっぱりどうしてもペース一回ね、全部積んどく解消してしまえば、買うペースできるんです。今年ね、今年ものっけから正月の時にもう10冊ぐらい買ってしまって、それをもう読みしてたのがあって、それのあれが、それのロスがあって全然進んでないっていう。だから積んどくはね、だからね、ちょっとね、積んどくっていうのはもう買ってゴールな本ですよね。だから買ってゴールな本と読みたい本って別ですからね。てか、そ本に限らずなんですけど、大体買ったらそいつの中身も手に貼ったって、そもそも錯覚してるんだと思うんですよね。常に何でもなんかそんな感じがしてるんですよね。本に限らずというか、なんか買ったら全部自分のものみたいな感じになって、その瞬間満足感がすごく満たされてると思うんですよね。だからなんでそんな風なことが思うんだろうとかすごく思ったんですよね。なんか所有権が移ったって感じなのがいいのかなとかね、いろいろ思いました。なんかなんでそんな風なこと思うんだろう。所有権が移った感じかな。やっぱり所有権が自分のものになったって、所有権が一応公にあなたのものに移りましたよっていうところで、あ、これもう僕の自由にしていいんだっていう気持ちが、これを全部手に入れたって気持ちになって、中身まで手に入れたって思うのかもしれないですね。なんかその電化製品とか買った瞬間、あれなんだっけ、ストレス解消によく物買う人とかいるじゃないですか。あれ多分そういうことなんでしょうね。ストレス解消に物買うと、なんか自分のものになって手に貼った気がなってすっきりするんでしょうね、やっぱりね。ほら、思うようにいかないじゃないですか。ストレス溜まってるってことは、その仕事とかプライベートの場、プライベート関係ないかな、仕事とかまあプライベートかな、分かんないけど、場で自分があんまりうまくいってないことがたくさんあって、自分の思うようにならないことがたくさんあって、それでストレス溜まってるわけじゃないですか。でも物を買うって必ずうまくいくじゃないですか。自分で欲しいと思ってお金出せば買って、その所有権がこっちに移りましたよ、公にって、あなたもそう思ってますよね、私もそう思ってますよねって状態で物を受け渡しをするので、そうなったらこれは私のものになった、私の思ってる通りになったっていうことで、めちゃめちゃスッキリするんでしょうね。だからあれって、だから物事が自分の思ってる通りにいくとか、自分の思ってる通りに物事を進めたりするっていうのって、内容かかわらずものすごく自分にとって楽しいこととか、すっきりすることとか、幸せなことなんだろうなとかってよく思ってるんですよ。だから掃除をしなさいって人に言われたりするのってすごく腹が立つんですけど、自分が掃除したくなって掃除するのって全然腹が立たなくて、むしろなんか今日も幸せな一日だなとかって思ったりするんですよね。
から物事ストレス溜まってなんか物買って発散しそうになったら、あ、自分って思う通りに行ってないんだなとか言って思ったりして、なんか自分のやりたいことをやろうとか言って思った方がいいですよね。やってみたいことを やろうとか思ったら、なんか映画見に行くとかね、なるべく抑えた方がいいですよね。高いもの買ったらより自分の思い通りになった感強いじゃないですか。でも多分ね、あのちっちゃいことをちょこちょこ思い通りにこなすだけでも結構違うと思うんですよね。とりわけね、あの Amazon でポチるときの後で買うものリストに入れるっていうのは僕結構有効だと思ってます。かなり有効で、あの1ヶ月2ヶ月寝かした後は全然買いたくなくなるんで、大体。関さん、今日もお食事が出るので続きを見ますね。では本日も暑いので出かけての際お気をつけください。あ、今日も暑そうですね、なんかね。今日も暑そうですよ。何度なんだろう、気温。35度。今日も夜やばそうですね。はい。よっしゃ。というわけで積ん読をなんとか解消したい。本日は節電なので電気暗くやってます。考えてるんですよね。
なんかあの寸読減らすぞって言ってから増えてる気がするんですよね、読むペースが。やっぱりね、読み台本でどんどん増えていくんで、早めに全部読まないとやっぱダメですね。本読んでると、あ、次この本読みたいってやっぱ出てくるから、ダメだなこれ。なんか論文とかも今調べてて、日本語のやつですけど、あれ読んだりこれ読んだりしてて、で読めば終わりとかじゃなかったりして、内容がやっぱり音楽だったりすると、あ、これどういう意味なんだろうってやっぱ読み解かないといけないんで、時間かかっちゃうんですよね。なんか難しいな、ちょっと全然終わらないな。スキャンまだだ、ちょっととりあえず楽譜スキャン出そうかな、とりあえずは楽譜をスキャンに出したい。とりあえず今読んだやつだけでもスキャンとかに出したいけどな。楽譜も結構買ってるんですよね。それはね、もうすぐスキャン行きでいいと思うんですよ。読みたいやつがいくつかある。あとね、貴重な本とか先買っちゃってますね。今読まないんだけど、あのこれを読んだ後に読まなきゃいけないけど、あのなかなか昔の本で玉数がなくて、今買っとかないと売り切れて、次手に入る、いつ手に入るかわからないみたいな本は今先に買っちゃってたりしますけど、そういうのも一冊あるんですよね。早く減らしたいな。勉強のための本とかもありますしね、新しい和声なんてね。あとあれですね、音楽理論の本なんてやっぱ日本語出てないのが多くて、フランス語とか、なんか英語が売り切れててフランス語版しかないとか、結構やっぱ西洋音楽なんで英語でなかったりするんですよね、売り切れで。フランス語とかドイツ語とかね、ちょっと古いやつって。いや困ったな、困ったな。でも積読しておくんだったら専門書って一番いいですよね。読まないから入れておくと彩りますよね。なんかすごくそう思う。すごくそれよくそう思う。なんかつんどく Amazon Unlimited で読者か僕あの Unlimited 僕貼ってたんですよ。僕も実はあのサブスク貼ってなかったんですけど、あてかあずあ QM さんどうも。あのもう常にね、あの僕あのサブスク僕一個も貼ってなかったんですけど、Kindle Unlimited かなだけはやっぱ好きで貼ってたんですよね。あの本結構読めちゃうんで、だから一時期僕ね3ヶ月ぐらい、半年ぐらいで50冊ぐらい読んでたんですよ。もっと読んでたかな、もっとか、3ヶ月ぐらいで50冊か60冊ぐらい Kindle Unlimited 働きは読んで、
で60冊ぐらい読むとそんな短いスパンで、あの読みたい本なくなっちゃうんですよね。あの Kindle Unlimited の中でも全部あるわけじゃなかったりするんで、やっぱり Kindle にアンリミテッドに入ってないものも結構あったりするんで、でしばらく放置とかしてたりしてたんですけど、結構ね歴史漫画とか意外と読めたりとか、あの結構あの Kindle Unlimited ね結構いいんですよね。最近はもう良くなってきてて、かなりあのね何年前かな、6、7年ぐらい前だったかなとかは割とあんまりいい本たくさんなかったんですけど、だんだんなんかあのいい本出てくるように、読みたい本が出てくるようになって、アンリミテッドでね僕ねめちゃめちゃね読んでました。だって990円だからめちゃくちゃ安いんですよね。読みたい本がそこにあったらいい、あのもうそれで全然安いんで、あと Kindle Unlimited に出てる本だけで知識を集めようみたいな考え方もまあありっちゃありですよね。安上がりますよね、めちゃめちゃね。でも同時に出るのってやっぱ少ないんですよね。なんかね見てるとやっぱり結局新刊買わないととか、だから僕があの欲しい本ってあんまり新刊じゃなくて古い本が多いんで、絶対 Kindle Unlimited にないんですよね。Kindle ではあったりするんですけど、Unlimited に貼ってなかったりするんですよ。だからその和製論とかね、この昨日紹介したあの専門書で彩りますよって言ったこの和製論なんて絶対アンリミテッドに入んないですよ。専門書中の専門書なんで、こんなの誰も読まないと思うんで、専門書中の専門書なんで、こういうのはもう絶対入ってこない、買うしかないんですよね、こういうのってね。アンリミテッドは僕すごく好きで、しょっちゅう読んでました。毎日何かしら漫画の歴史本とかよく読んでました。漫画の歴史本とか結構読んでましたかね。漫画の歴史本はねアンリミテッドでしか読めないんですよね。無料でバーって読める の LINE 漫画とかではそういう歴史本、漫画の歴史本ってあんまり読めないですよね。でなんかそのあれあのシリーズとか、なんか有名な著書小説の本とかなんか有名な本とかをなんか漫画にして分かりやすく解説してるとかいうシリーズとかも結構好きで、あれで一回サクッと入れてみようかなみたいな感じで読んだりしてました。なんか何だったかな、何の本だったかな、ちょっとど忘れしちゃったな。いくつか読んだんだよな。すごくねやってました。積読はやっぱりね読んでるんですよ。読んでるんですけどないちょっとね軽い本が少ないんですよね。軽い本が少なくてページ数多かったりしてちょっとついていけないんですよね、ちょっとね。だ早くやっぱ解消しないとまずい。全部読んだらこれ読んだらこれ買うっていう風になっていけばいいんですけど、やっぱりねこれ欲しい本がどんどん出てくるので絶対積読にしない方がいいな、もうちょっと僕の場合は。欲しい本があれ読みたいこれ読みたいで出てきて、やっぱり一度に 2,3 冊とか買っちゃうと一気に読めない。特に内容が重い本とかになっちゃうとね。だからまだ電子版でもう2冊3冊買っちゃってるんで、ちょっともうスピードで読まないといけないんですけど、でも今時間あるうちに読んじゃおうかなと思ってます。なんか悲しいことにそんな忙しくないんで。いや自分でやることはいっぱいあるんですよ。なんか教材新しく作らなきゃいけないとかはいろいろあるんですけど、そうやらなきゃいけないことはたくさんあるんですけど、図書館プラスアンリミテッド専門書購入くらいですが、いい本は読むのに時間かかりますね。しからないです。あ、ザキュー M さんはかなり本好きですね。図書館まで行くのはかなり本好きですね。僕ね図書館まではまだ行ってないんですよ。僕行きたい国会図書館とかにちょっと行ってみたいなとか思ってるんですよね。っていうのも僕読みたい本とかでよくなんかどっかの学会が出した本とかの2ページぐらいの内容とかって結構たまにあるんですよ、なんかそういうのが。でなんかウィキペディアとか見てたりするとそのソースをそういう論文の何とかの学会に出てた、2ページぐらいの寄稿した文章からソースにしてるとか結構あったりするんですよね。でそれを思うとすると普通じゃもう手に入んないです。アマゾンで売ってるわけないんですよね、そういうのがね。でそうすると国会図書館とかに行ったりすると結構古いやつだと読めたりするんですよね。で僕今ようやくあれ国会図書館でしたっけ、オンラインで申請できるようになりましたよね。申請読めるようになりましたよね。前できなくて僕はそのコピーを結構お願いしてたんですよね。でそういうのが実はあったりします。コピーをお願いしてやってた時があったりします。なんか図書館も結構安いんでただで読めるんでいいですよね。音楽
学のね、ニューグローブ音楽辞典でしたっけ、すごく有名なめちゃくちゃいい辞典があるんですけど、あれとかはね欲しいなと思いますけど、めちゃくちゃ高いし、まあ図書館で読むのが一番無難でしょうね、やっぱりね、こういうのってね。僕もあとやっぱり音大時代は図書館利用してましたし、音大の図書館はやっぱり優秀なので、もう音楽の本めっちゃくちゃあるんで、めっちゃいいとこでしたね。なんかね、専門書はねやっぱりね、いい本ってやっぱ時間かかりますよね、読むのにね。でそのそういう、いい本って僕の自分の知らないキーワードがたくさん出てくるじゃないですか。そうすると自分の知識を埋めるにはこのキーワードを知っとくことが必要だなってなってくると、こいつはやっぱ調べますよね。そしたらそれで本また一冊出てきたりするんで、そうなってくるとね、やっぱね、なかなか終わらないんですよね。これ読んでる間に2冊とか買っちゃったりするとか結構あったりするんで、それねちょっとあるな。僕この本とかもそうですからね、1冊目のラモーの奇跡読んだ後、読んでる最中にこれ買わなきゃあれ買わなきゃって 2,3 冊また買っちゃってるんですよ。なんか 音の本とか買っちゃってるんですよね。なんか音響研究者の本とか科学者とかの本買っちゃってるんですよね。とりあえずね、一回読みたい、読みたい。いやーすごい、図書館まで行ってるとはすごいな。図書館はいいですよね、図書館はいいですよね。図書館ってドリンクバーついてたらいいんですけどね、すっごい思うんですけどね。そうすると漫画喫茶と同じか漫画喫茶と同じか、ダメか、それ本汚れちゃうからダメか。でもペットボトルの持ち込みとか OK ですよね。うん、どうなんだろう。ドリンクバーとかね用意してくれたらね、図書館すごくいいですよね。入場料取ってくれても全然いいんですけど。いやーちょっと積んどくがなかなか減らないんですよね。やっぱ知的好奇心ってやっぱそこがないですよね、ゴールがないので。まあ一応自分なりの範囲で知りたい専門的な内容は、あと勉強もしたいし、これ自体この和声学とかは、今レッスン僕受けてますけど、今度行ってきますけど、こういうのとかはやっぱ勉強しないといけないんで、相当時間かかるんですよね。こういうのって相当時間かかるんで、こういうのはちょっと頑張んないといけないですね。これ一冊やっときたいね、一冊やっておきたいですね。これ時間かかりますね。読むより読むんだけど、ね、勉強はもっと時間かかりますよね。もっと勉強は時間かかるん で、こう考えるとやっぱり知識のキャッチアップって簡単にはやっぱりいかないですよね。だからやっぱり時間をかけて教養とか専門知識っていうのってやっぱり長い時間をかけて獲得してくるものなんで、他の人からやっぱり簡単に追い越せないですよね。だから逆に価値が高いですよね、やっぱりね、こういうのってね、やっておくとやっぱつくづく思います。なんかやりながら、だからね、だからやっぱ結局ね、最近株価が下がったりとかいろいろすごくニュースでうんぬんかんぬん言われてますけど、一番の投資はもう勉強と練習ですよね、やっぱり。一番なんだかんだで細く長く食えるのが勉強と勉強投資、練習投資ですよね、結局ね。これが結局一番いいと思う。何かをやっぱ専門レベルに押し上げておくのは大切ですよね、何でもいいですけど。なんかそれが結局一番ね、細く長く一番リターンがあるような気がするんですよね。で身になるしね、何より自分の身に直接なってるんで。株とかね、儲かったとしても散財しちゃったら割かし意味ないですからね。失敗しちゃったらね、消えちゃいますからね。一番いい投資な気がしますよね、なんだかんだ言ってね。お金がかかるか、お金はかかりますね、お金かかります。本買ったりするんで、これ8000円するんで、これ高い、専門書高いですよね、なんかね。まあ分野にもよると思うんですけど、多分2万円とかする本とか多分あるんだと思うんですよ、どっかに。おそらく僕の専門書はだいたい1万円以上しますとか多分あると思うんですけど、専門分野によっては。
ですよ、ちょっと。でもなんか一番の投資な気がするな。あの、値崩れしないんですよね。あの、その勉強練習、勉強と練習投資っていうのは、あの、値崩れしないんで、いいですよね、これはね。あとはな、何を勉強したいかとか、その読んだ知識をどういう知識をつけたいのとか、多分そういうような、そのそもそもの読む目的とか知識を得る目的みたいなやつを知ってたりすると、あ、多分ね、ヤマト便から電話かかってきました。少々お待ちください。